京都競馬場第1レースは京都2歳ステークス枠入り完了。スタートしました。ローネルオーグあまりいいスタートではありません。先行争いまず何がいくのでしょうか。コーナーフラー花に立ちました。フラウディアイこれを追走。宇宙ショートオーケデイブイットオール人気のサラコスキこの位置、そしてここにいました。ゼッケン8番注目のエリヒー、どういった競馬を見せてくれるのでしょうか。内側に5番に並ぶ形、その後ろにはスリーキングス、離れたしんがりはローネルオーグ、こういった体勢です。本日のドリームレース、私自身も非常に興奮しながら実況しております。さあ先頭はどうなっているでしょう。現在先頭はウォーナーフラー、大きく離れてフラウディアイ、ナチゾイを回るのはデイビッドオール、内を見るようにしてサラコスキ、その後ろ5番にうまく折り合いをつけながら進んでいるのはエリキング、その後ろにはスリーキングス、離れたしんがりはローレルオーブ。先頭からしんがりまではおよそ15馬身、ジョッキー間の駆け引きが非常に重要なレースとなっております。さあ3、4コーナー中間、後続を引き離しにかかります。先頭はウォーナーフラー、後続との差はまだ6馬身、残り600の波乱棒を通過しました。これを追って2番手にフラウディアイ、そして間からローネルオーグ、エリキング動いた、手応えはどうか、そして間からフリーキング、ここから激しい位置取り合戦。ウォーナーフラー4コーナーを先頭で駆け抜けます。フラウディアイ追走、内をついてデイビッドオール、やってきている。先頭はウォーナークラーク、2番手のフラウディアイ、厳しいか、ウォーナークラーク単独先頭、エリキング伸びてきている、すごい足でエリキング内外並んでゴールイン、エリキングやや体勢有利か。初タイムは1分59秒9、ゴール前接戦になりました。京都競馬場第1レースは京都2歳ステークス、ゲートイン完了。スタートしました。8頭ほぼ揃って飛び出しました。先行争い、さて何タイプでしょうか。やはり花を叩いたのはウォーナーフラー、フラウディアイこれを追走、デイビッドオールナチゾイを追走、人気のサラコスキこの位置、外から4番、5番に、そしてここにいました。ゼッケン8番、注目のエリキング、どういった競馬を見せてくれるのでしょうか。うちにいるのは、スリーキングス、しんがりからローネルオーグ。先頭からしんがりまでは、およそ10馬身、ジョッキー間の駆け引きが、非常に重要なレースとなっております。さあ、先頭はどうなっているでしょう。依然として先頭は、3番のウォーナーフラー、ペースを握ります。馬群が切れて、フラウディアイ、この位置から追走。夏沿いを回るのは、デイビッドオール。サラコスキ続いています。前半の 1000m を通過しました。60秒台、外から4番、5番に外から追走、エリキング、スリーキングス、ラチゾイの追走、離れた最後方はローネルオーグ。さあ3コーナーを過ぎ、先頭が突き放しにかかります。先頭はウォーナーフラー、後続との差はまだ6馬身、これを追って2番手にフラウディアイ、2番、サラコスキここで上がっていった、エリキング動いた、スリーキングス差を詰めてきた。ここから各馬どういう展開を見せるか。ここから激しい位置取り合戦、各馬これから直線に向かいます。フラウディアイ追走、デイビッドオール追走、外からスリーキングス、ローネルオーグ、あたりも来ている。さあ残り200、ウォーナークラーク先頭、2番手のフラウディアイ食い下がる、1頭抜け出した、4番に突っ込んでくる、3頭並んでゴールイン、体勢はサラコスキ、フラウディアイこの2頭が若干有利か。初タイムは1分59秒7、ゴール前接戦になりました。京都競馬場第1レースは京都2歳ステークス、ゲートイン完了。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタートです。先行争い、さて何が行くのでしょうか。やはり花を叩いたのはウォーナーフラー、フラウディアイスーッと後位に飛びついていきます。ナチゾイを回るのはデイビッドオール、5番に続いています。エリキングこの位置です。ここからどういったレースを見せるのでしょうか。そしてその直後にぴったりとサラコスキ、競り合うようにして外、スリーキングス、離れたしんがりはローレルオーグ、こういった体勢です。各ジョッキーの位置のぶつかり合い、熱いレース
さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭は現在3番のウォーターフラー、快調に飛ばしております。リードは7馬身。馬群が切れてクラウディアにこの位置から追走、宇宙小峠ネイブイポール。前半の 1000m を通過しました。59秒台。5番に外から追う形、続いて差がなくサラホスキ、その外にエンキング、少し遅れてスニーキング、離れたしんがりはローネルオーブ。さあ各馬ここから差を詰めていきます。依然として先頭はウォーターフラー、リードは7馬身。これを追って2番手にクラウディアイ。残り600のハロン棒を通過しました。エリキング動いた、手応えはどうか。そして間からスニーキング、各馬激しく動いてきました。ここから各馬どういう展開を見せるか、ここから激しい位置取り合戦。クラウディアイ現在2番手、ネイビーポール追いすがる、スニーキング当たりも来ている。残り200を切った。先頭は完全にウォーター・クラーク、クラウディアイ伸びてきた。クラウディアイ抜き去った。序盤にクラウディアイ2頭並んだ、2頭並んでゴールイン。どちらが勝ったのか微妙です。勝ちタイムは1分59秒1。ゴール前接戦になりました。京都競馬場第1レースは京都2歳ステークス枠入り完了。スタートしました。ウォーターフラーポーンと好ダッシュです。先行争い、さて何タイプでしょうか。ウォーターフラー今回は逃げるか。クラウディアイこれを追走、夏沿いを回るのはデイビッドオール。序盤に続いています。エリキングこの位置です。ここからどういったレースを見せるのでしょうか。そしてその直後にぴったりとサラコスキ、外から差がなくオレンジの帽子スニーキングス、そして少し離れてローレルオーブ、これが最高峰です。こういった体勢です。各ジョッキーの位置のぶつかり合い、熱いレースが期待できるでしょう。さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭は現在ウォーターフラー、間が空いてクラウディアイ、ネイブイポール、ラチドイを追走、外から序盤に半マシンほど遅れてエリキング、内にいるのはスニーキングス、並ぶように内サラコスキ、そして少し離れてローレルオーブ、これが最高峰です。こういった体勢です。本日のドリームレース、私自身も非常に興奮しながら実況しております。さあ各馬ここから差を詰めていきます。依然として先頭はウォーターフラー、リードは6馬身。これを追って2番手にクラウディアイ。残り600のハロン棒を通過しました。エリキング動いた、スニーキングス差を詰めてきた。内から差を詰めていくのはサラコスキ。ここから各馬どういう展開を見せるか。各馬激しく動いてきました。各馬これから直線に向かいます。クラウディアイ上がってきている。内からデイビーポール、外からはスニーキングス、ローネルオーブ、追いすがる。残り200を切った。ウォーター・クラーク、わずかにリード。2番手のクラウディアイ、食い下がる。1頭抜け出した。2番手のクラウディアイ、食い下がる。ウォーター・クラーク、今、ゴールイン。勝ったのはウォーター・クラーク。その後、クラウディアイ、序盤に続けてゴールしております。勝ちタイムは2分0秒0。勝ちましたのはウォーター・クラーク。